皆さんこんにちは、谷口拓也です。今フロリダタンパにやってきました。見てください、この大きい空曇ってます本当なら暖かいところに来たんですけど、めちゃめちゃ寒いです。タンパといったらデビルレイズ、バッカニアーズ、でも僕にとっては今田竜二プロです。今日は今田竜二プロにタンパを案内してもらいたいと思います。では早速今田竜二プロよですなかなかの紹介ありがとうございます。竜二さんお久しぶりです。お久しぶりです。まあ、僕の知恵袋だと竜二さん、はい、このタンパで14歳の頃から住んでるって、僕の情報ではあるんですけど、今もタンパに住んでるんですよね。そうですね、今もタンパに、年に8ヶ月9ヶ月は、住んでいます。では早速もう寒いので、竜二さんが14歳からプロになるまでのタンパの思い出の地を案内してもらいたいと思います。はい、早速行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。よーい今田竜二プロ、マスターズに強い憧れを抱き、14歳で単身渡米、以降はアメリカを拠点とし、2008年にはツアー優勝の快挙を達成。そんな今田竜二プロと巡る挑戦の地、フロリダ州タンパ。アメリカに来て初めて住んだ家。俺が初めてアメリカに来てすぐに住んでた寮。高校時代の練習場。いや結構変わったね、やっぱり。いやグリーン乗ったって最初言われたから、あの AT&T クラシックでの劇的な優勝秘話。池に入ったっていう情報が入った。どうしないの。こんにちは。二人三脚で歩んだ恩師。My best friends were all together watching on TV. It was such a great feeling. まあアメリカに来てからの原点ではあるし、第二の故郷、タンパに対する思いまで、期間よりも長く今田竜二プロのアメリカでの原点に迫ります。まあもう、第二のふるさとだと思うし、ドキュメント、ピッチマーク、今田竜二、始まりの地タンパ。じゃあ竜二さんお願いします。はい、お願いします。なんかあれなんですけど、でこのタンパはもう住まれて26年になるんですよね。26年だね。ああで今現状はまあタンパのこの大体どの辺りに住んでるんですか。そうね、ここから、ここは空港の近くなんだけど、住んでるのはここから20分ぐらい北に行ったところかな。ということはまあオーランド寄りっていうわけでもなくですか。オーランド、多少オーランド寄りだけど、それよりちょっと北側になるかな。北側ですか。で、リュウジさんが PGA ツアーにQT をキスクル通って本格参戦したのっていうのは何年前なんですか。何年からなんですか。PGA ツアーに。PGA ツアーです。2005年かな。2005年からですか。その前は昔だから今のウェブドットネーションワイド。そうだね。ネーションワイドで何年やってたんですか、今さ。フル5年、ネーションワイド3勝ですよね。2勝ですか。これ何年何年なんですか。最初に優勝したのが2000年と、2回目が2004年。その2004年の2001年勝った時の資格で2002年は PGA 出れなかったんですか。2000年に勝った時は、翌年の当時はまだ、15人しか出れなかった。ああ、もう全然違うんですよね、昔と。あ、今と昔じゃ。今は25人だ、ね。はい、あ。その当時、シーズン後半で怪我して、はい、あ。あまり試合にも出れずっていう状態があって、はい、あ。で、まあ、まあ、その結果最後でちょっと足りなくてしょうか。はい、あ。10何位で結局15位以内に入れなくてで、まあ、2001年、まあ、2000年の優勝で2001年出れず、でもその翌年もやって2004年の時シーズンのネーションワイドで勝って15位に入って
2005年から PG がスタートしたわけですよね。そうね、そうなんです。でもネーションワイドもやっぱレベルはすごい高いですよね。いや高いね、当時から本当、やはり PG ツアーを目指してくる選手たちが世界中から集まってくる場所だから、しかも若い選手も多いし、はい、とにかく60代中頃、はい、中頃ですか、で回っていかないとどんどん置いていかれていってしまうんで、はい、もう本当にレベルは高いし、コース的に PGA とネーションワイド今のウェブだったらまあ全然どうですか、ね、ちょっと狭めで短いコースなんで、はい、まあ、スコアは出しやすいと思うんだけど、はい、やっぱり本当毎週毎週、ね、15アンダー以上、もしくは当時からですか、20アンダー以上出さないと、ね、勝てない。あ、そうしたらそうですよ ね、60代中頃を4日間続けていかないといけないってことですよね。そうね、まあ、まあ僕はもう日本ツアーって初日バーンって出ていくと、うん、そこからこうバイバイはいかないじゃないですか。ああ、まあでもウェブは、はあ、ウェブドットコムツアーはまあ今でもそうだけど、そうですよね、初日トップが8アンダーだったら、はあ、まあ2日目は14、15とか、まあ、まあ一応バイバイみたいな、バイバイまではいかずに、はい、でもまあそれに近いところは行ってると思う。そうですよね。で2005年から PGA のジュリーさん出たじゃないですか。その1シーズン戦って率直に思った感想ってどういうか、ちょっと、まあ、まあ昔のことなんですけど、どんな感じだったんですか。ウェブからあの ネーションワイドから行って最初の1年、2005年、はい、いやもう最初の1年は本当にもうがむしゃらというか、はい、やべえ、また見ちゃいました頑張るというか、はい、ちょっとついてきてる空港入ったの、空港にいや、本当、頑張るというか、はい、もう何 もう考えず、はい、毎試合、毎試合ですか、はい、本当、毎週、毎週、はい、とにかく予選通過して、とにかく賞金稼いで、はい、なんとかシード権を取ってやろうっていう気持ちだったから、はい、もうあんまりこうシーズン全体的に見たシーズンあんまり覚えてないんだよ。ああ、もう一試合一試合もう毎週毎週も連戦で、その当時で、まあ、2005年でリュウジさん何試合出てるんですか。その1年目もちょっと怪我をして、はい、腰を痛めて、はい、途中で多分8試合ぐらい出れない時があった、はい、で、その前に、はい、PGA ツアーに上がって初のトップ10があったのかな、はい、5位かなんかになって、はい、ほぼシード権大丈夫かなっていうところまで、はい、なんとかこぎつけられた。あ、そうなんですか、うん、でその後すぐ怪我して、はい、ナーバスになりますよね。そうね、どうしよう、まあ、一応シード権はほぼほぼ決まってるっていう状態なんですけど、あれ、本当に大丈夫かなっていう、そういうなんかもう悪循環になっていきますよね、気持ち的には。そうね、やっぱりプロゴルファーにとってシード権っていうのは本当に大事だし。そうですよね、就職活動とあれですからね。そうね、はあ、私やっぱり、まあ、自分にとっては PG ツアーでシード権を取るっていうのは、はあ、とてつもなくその1年間の大きな目標だったから、それをなんとかクリアしなきゃいけないっていう気持ちもありながら、なおかつ怪我をして、練習もなかなかできない、そうですね、試合もなかなか出ても予選も通れない状況だったので、ちょっと結構しんどかった3ヶ月もあったんだけど、まあ最後の方にちょこちょこっと今予選通って、はい、なんとか本当ギリギリなんだけど、120、121
1位だろうとやっぱシード権あるなしだと全く違いますもんね。そうですよね。126だともうまた翌週の休日コールに行かなきゃいけないし、休日コールでしょ。わかりました。本当に行きたくないけど、行きたくない。あのなんて殺伐としたこの雰囲気とか嫌ですよね。やっぱりアメリカの QT はそんな感じなんですか。いやそうだね。なんで話しかけていいんだろうみたいな状況がありますよね。話しかけないかけないですよね。見て見ぬふりですよね。でもその2005年1シーズンして121位でシード権取って、で2006年って年目のシーズンっていうのはリリーさんの中では少しその2005年のシーズンに比べて楽って言えばあれなんですけど、気持ち的には少しこう、まあ、楽な部分っていうのはあるんですか。まあ多少は楽だったと思うんだけど、はあ、でもやっぱり一つ目標をクリアしてしまうと、はあ、またその次の目標も出てくるし、そうですね、はあ、あとやっぱりインビテーションに出たり、出たりとか、そうですよね。うん、シード権で70位ぐらい入ってるとほぼほぼそのインビテーションの試合には出れるってことですよね。そうそうそう。で120その後だと125超えたらもう普通の試合にしか出れないから、ね、それは大きいですよね。あの賞金もやっぱりインビテーションは少し大きいですもんね。そうね。あとやっぱり出場選手も限られてるから、はあ、まあ稼ぎやすいっていうのもあるし、はあ、あそうですね、うん、そうなるとやっぱシードもこう近くなってくるっていうか、まあ、近くなるっていうか、まあ、まあでもそういう試合数も限られた選手しか出れない試合に出れるっていうことはやっぱりそれだけ、はあ、自分も上達してるっていう実感できるから、はあはあ、あそうですね、はあ。で2006年のシーズンで賞金ランクは何位だったんですか。多分90位とかじゃなかったかな。でもまあそう、まあ、前の年がもう着実にステップアップしてるっていうのは。そうだね、はあ、多分2006年の時は30何試合出たんだけど、はあ、30何試合ですか。途中で10何試合とか連続で予選も通過できるようになって、はあ、自分の中では、はい、シーンに繋がる1年だったなと思います。そうですよね。連続でこう順位、どうあれ連続で予選通過するっていうことっていうのは本当プロゴルファーの試合出てる中の一つの目標でもありますもんね。そうだね、やっぱり安定感が自分の中でこう感じられるっていうことがすごく自信にもなるし、それは自分も思いますね。自分も前日本でやってた時も10試合とか予選通過するとすごい気持ちホッとするんですよね。まあ、前提も PGA とレベルが違うので、うん、あれなんですけど、で、まあ、早めにシード権も決められたから、まあ、気持ち的にもすごく楽だったと思う最後の方。そうですね、うん、それは本当にありますね。そのシードラインの大体前年度の賞金ランク賞金額を超えるっていうのがまずシーズンスタートからの目標でもあるじゃないですか、うん、そうね。で2006年して2007年シーズンっていうのは2007年シーズンは、はあ、どうだったのまあ少しずつこう、まあ、余裕もできてき始めて、うん、3年目、はあ、3年目はね本当正直あんまり覚えてない、うん、そういう時の賞金ランクで何位だったんですか2007年は。見てみないとわからないけど、はあ、あんまりあのこう記憶に薄いシーズンだったんですよね、リリーさんって2007年っていうのは。2007年は、ね、はあ、あまり記憶に残ってないな。でも悪い1年ではなかったと思うし、はあ、賞金もそこそこ稼いだ1年だったと思うから、はあ、いい1年ではあったと思うんだけど、それこう残ってる、この記憶に残ってる感じで、記憶に残ってるのは、はあ、初めてプレーオフに HMT ですよね。そう初めてプレーオフに行って、はあ、負けたっていう。あれ誰に負けたんですか。ザック・ジョンソン。ザック・ジョンソン、うん、そうです。まあ、今そのまま話をつなげたら2008年 HMT で、まあ、前年度プレーオフして翌年は勝ちましたよね、ルイさん。そうね、はあ、その AT&T のコースはユイさんっていうのが好きだったんですか。やりやすいっていうか。で
ぱベント芝が好きだし、はあ、グリーンもすごく速いのが好きで、はあ、アンジュレーションが多いのが好きで、はあ、はあ、あのコースは、まあ、大学の時に行ったジョージア大学から近いっていうのもあったんだけど、はあ、まあ、大学の時にそんなに回ったコースではなかったんだけど、はあ、なぜかあのコースが好きで、はあ、うん、あそこに行くと毎回なんかこういい成績出そうな気がしてたんで、はあ、それってなんかありますよね、やっぱり相性が良かったんだと思うね、はあ、本当にダメなコースって本当に全くダメなんですよね、なんだね、発揮するか分かんないですよね調子良くて行ってもダメなコースダメじゃないですか、ダメだ、ね、でも調子が悪くてもいいコースってなんか何気にスコア出るじゃないですか、そうね、なんかこう気分的に乗ってくるし、はあ、なんかなんでそんなの現象が起こるかわからないんですけど、やっぱプロゴルファーは誰しもそういうコースっていうの不得意得意コースってありますよね、うん、あると思う、はあ、はい、さて、よし、着きました。ここは変わったな、ここも。久しぶりですか、来るの。いや、もう20年ぶりぐらいだね。20年ですか。でも本当にリュウジさんが高校の時に大学行くまでに練習をしてた。そう16歳から、はい、まあ、大学行くまでの間はここで練習してたんだけど、はい、もうマットとかも何もない本当野原で、はい、今はネットも張ってるけど、もうこの道路沿いもネットなしですか。なしなし、なしなんですか。あの木がある程度で、はあ、全くもう練習場っていう雰囲気ではなかった。もう本当野原にただ自分でボール持ってきて、そうそうそう、自分のボール持ってきて拾って、また自分って拾ってっていう繰り返しなんですか。そう今はだって練習場のボール売ってるもんここで久しぶりに来てめちゃ懐かしいんじゃないですか。ああ懐かしいね。マットオンリーっていう場所もありますよ。そうね、昔はもう本当芝生じゃなかったからね、野原、もう草雑草、こういう感じで雑草、そう、はい、雑草っていうか多分土の上の方が打ちやすかったかな。ああ、もうボコボコ、もう雑草の上だとボコボコしてるからですか。そうもうこういうの打ちにくかったから、はあ、あえてもう泥の上から打ってた。そうなんですね、全然変わってる、ね、練習場だね今。もう昔はあんな子供が練習してることとかありえなかったけどね。リュウジさんは当時練習場に来るじゃないですか、一、うん、人とか。そう一人とか、はあ、たまに近くのおじいちゃんがポンポンって、たまにおじいちゃんが練習ちょこちょこっと打ってコース回るぐらいであ、これ横にコースはあるんですよね。そう、はあ、そのコースはたまに回ったりもしてたんですか。そこもよく回ってたね、うん、もう学校終わって車で来て練習してたまに夕方回ったりとかですか。そうだからまあ、アメリカの場合だともう本当6時、はあ、7時からでも回れるんで、はあ、夏場だと8時とか9時ぐらいまで、9時ぐらいまで明るいから、その感じで練習して、はい、まあハーフするなりラウンドするなりして、うんうん、回ってた思い出のあれなんですね。どうですか。いや、練習場っぽくなっちゃってびっくりです。20年ぶりに来たらそう思いますよね、うん、ちゃんと芝生生えてますよ、リーさん。すごい、こんなこともありえなかったから。だってこのちょっとこうこうなんていうのかな、盛り上がって練習場っぽくなってるもんね、はい、あ、そうですね、昔はもう真っ平だった。真っ平だったんですか、うん、でもネットもなかったってことは、ネットもない、あのゴルフ場のあのバンカーに行かないの、その20ヤード手前ぐらいまでのクラブしか打てないってことですよね。そうだから、ここからこの辺から、はい、まあ、大体もう最高4番円ぐらいまでしか打てなくて、はい、で常にあの右の角の方向かって打って、はい、あ、ちょっとまあ一番長く距離取れるからですよね。で、ほんとドライバースリーウッド打ちたい時は、はい、もうこうコースを見て、はい、誰も来てないなと思ってこっそり打って、でささっと開いに行くでもじゃあ練習環境的にはこう恵まれた環境でやってたわけでもないってこういう感じですよね。いや、でもまあでも芝生で打てるので、まあ、うう場所があるはい。だけでやっぱり恵まれたのかな。そうです、まあ、日本だと、うん、まあ、ボールも自分のボール持ってこれたからね。ああ、そっか、レンジボールじゃないってことですもんね。そうでもリュウジさん の, あのアプローチとか小技、うん、技ってすごいじゃないですか。今見る限りだとあのアプローチ練習場がないわけじゃないですか。そういう練習はどこでやってたんですか。いや、ここはね、はあ、実はグリーンがあったのよ。あ、ここにですか。汚いグリーンが、はあ、このあの辺に
あそこだ、あそこ、はあ、この辺に汚いグリーンがあったのよ。そこで、いやまあそこでっていうか、はあ、まあ、そこでも遊んでたけど、はあ、やっぱりゴルフ場で、はあ、コースででももうその練習してたのが多いかな。こんな球打ったらこうなるとか、じゃあこうやってみたらどうなるとか、うん、もうそれも遊びの中からリュウジさんのそのアプローチ、小技の技術っていうのは、うん、そうだね、はあ、でもアメリカに来る前からやはりショートゲームはよく練習してたから、はあ、うん、でそれに輪をかけ、ここで遊びながらもっともっと技を磨いたってことですね。延長戦で常にやってきたから、はあ、うん、どうですか久しぶりにリュウジさん本当にこれ来て、うん、まあ綺麗にはなったけど、はあ、まあ当時の印象とかこうなんかフラッシュバックみたいになりますか。ちょっと綺麗になりすぎて、はあ、なんかすごく違和感を感じる。やっぱ時代とともに変わるんですね。だってもうあんなもう黄色いポールとか赤とか、はあ、全く立ってないし。この横の建物大きいじゃないですか。そうそうそう。それもナックですか。いや、それは当時からあったんですか。これはあったの。だからたまにシャンクして行っちゃうこととかもあったから。そうですよね。うん、ここの左端から右隅に打ってるじゃないですか。うん、まあまあ危ないですよね。まあまあ危ない。そうなのよ。だからもう絶対にミスしないように。ああ、そこからなんですね。アイアンショットの技術を。そうこれはミスしたら道路に行く。今田龍二さんのアイアンショットはこれをミスすると道路に行くっていう、そう、人に当たっちゃう、はい、道路に行っちゃうっていう危機感から、それから生まれました。いやもうこんな、こんな水とかも全くなかったからね。この辺は変わらずですか。え、この木、あの木とかもあんまりなくですか。いやいや、もう木なんかないよ。もう本当の原だったんですね。まあ、公園にただ球を打ちに来てる感じですね。そう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 。このグリーンは、あ、でもこの辺じゃなかったな。もっと、いや、でもこの辺にあったかな、汚いのが。この辺ですか。そう、あの辺に。全くその当時の面影のアプローチグリーンの面影はなくですか。だって全然ないね。うん。じゃあこのコースも変わったんですね。いや、結構変わったね、やっぱり、うん。20年ぶりに来たらやっぱり変わるもんなんですね。ジュニアとかも全くですよね。いなかったんですよ、当時は。ジュニアなんてもう全くこんな人を教えれるような場所なんてなかったもん。ただの野原だったから。ちゃんとこれありますよ、ジュニアファンデーションみたいなのが。違うですね。ということで、さっきの PGA の2008年の優勝の話なんですけど、あの時僕の記憶だったらケニー・ペリーと優勝争いをしてたと思うんですけど、ケニー・ペリーってまあいい年ですよね、あの当時でも。もうあの当時で多分シニア直前だったと思うんだけど、彼は47、8ぐらいから一気に優勝回数増えて、多分あの年も優勝多分4、5回したんじゃないかな。4、5回？多分1年で4、5回したと思う。その前の年もそれぐらいしてると思うし。まあまあ、嘘泣きっちゃ嘘泣きだって、そんな、まあ、昔からいるんだけど、まあ、優勝回数は多くなかったと思うけど、その、シニアに入る直前ぐらいから、一気に10勝ぐらいしたんじゃないかな。それはそれですごいですよね。体力もあるし、ボールも飛ぶし。その、ケニー・ペリーと優勝争いしてて、まあ、前年、ザック・ジョンソンに負けたじゃないですか、プレーオフで。もうあれですよね、絶対勝つっていう感じですよね。そういう気持ちで。そうね、やっぱり、まあ、ゴルフ場も好きだったっていうのもあるし、もうここじゃないと本当に勝てないんじゃないかなっていう気持ちもあったし、なんとなく勝てるんじゃないかなっていう気持ちもあり、で、2オン狙っていったじゃないですか、ユリさん。うん、あれ、18番、あの時もプレーオフ、いや、じゃないですよね。レギュレーションで、はあ、俺は一組前の組だったのね。はあ、で、17番終わって、はあ、多分1打差
だったと思う、はい、でそこでもバーディーもしくはイーグル取らなければ、はい、まあ、プレーオフに入れないと思ってたから、はい、残り多分80、90ヤードぐらいあったと思うんだけど、ですよね、息越えて、そうだね、あの結構かなりの下りだから、はあ、あのまあ、実質245とか50ぐらいしかないんだけど、はあ、まあ、とにかくもう狙っていかなきゃいけないな、はあ、でも池には入れたくないな、まあ、そうですよね池に落ちた瞬間もう終わりですもんね、もう終わりだからね、だからあの、まあ、とりあえず右に少し逃げながらも、はあ、やっぱりもうバーディーは確実に取れるところを狙って、はあ、下りってことはライ的にも左足下がりってことですか。打ったところはそうだね。気持ちいい左足、左足下がり。それで左とか手前ずっと池のグリーンですよね、あそこの。そうですね、ずっと池ですよね、手前。嫌ですね。ああ、まあでも自分の中でこうなんだろうな、去年同じようなところから池に入れて失敗してるから、はあ、プレーオフで。まあ、今度は。まあ、いけんじゃないかな。いけんじゃないかな、確率的に。っていう感じの気持ちで打って。でも、去年やってたら逆に嫌なイメージの方が残ってますけどね。そんなこともなくですね。はい。その時は、そういう風にしか考えられなかったんだな。考えてたんだな。スポーツ選手のいい興奮状態にあったんですよね。そうだな。で、乗ったじゃないですか、ルイさん。まあ、ちょっと右に外れて、はい、アプローチしたんだけど、はい、そのアプローチも途中、これ入ったんじゃないかなっていう感じで、その辺のライはすごいいいライだったんですか、状況的からで、はい、いいライで、で、まあ、入ったかなって思うアプローチで、はい、まあ、結局50センチぐらいオーバーしたんだけど、はい、まあ、まあ、大きいバーディーみたいな感じで、でもそれでも、ケニー・ペリーが最初のバーディーを取ってればそこで終わりだった、はい、終わりだったから、はい、まあ、とりあえず、様子見と、やっぱクラブハウクラブハウスリーダーになって終わってるわけじゃないですか、うん、もう待ってる間の心境的には、いや、まあ、当然プレーオフになってほしいっていう気持ちもあるけど、はい、まあ、まあでも自分の中ではもうやれることはやったっていう気持ちが多かった、はい、で結果的にケニー・ペリーがパーだったわけじゃないですか、ね、うん、プレーオフになったじゃないですか、でもまたそこでまたスイッチをまた変えていったってわけですよね、そうね、まあ、2年連続のプレーオフですからね、で、まあ、まあさっきと同じような感じで、去年負けたんだから今年は勝てるだろうそうやって気持ち持てるのはすごいな今ティーショットを池に入ったっていう情報が入った、はい、どうすればいいの英語のニューさんなりの勉強法とかもあったんですよね、いやもうとりあえず笑っときゃなんとかなるだろうみたいなタイガーについて2位じゃないですか、うん、それってもうタイガーを抜きそうな時ってあったんですか、いやないないですか、ないもうズバ抜けてたんですか、ズバ抜けてもうその頃から、うん、ズバ抜けて